様おはようございます。本日はですね、多分レモンに引き続きかなりね短い動画になると思われます。なんだかお分かりになりますでしょうか。はい、おっしゃる通りその通り、レタスでございます。本日はね、レタスの正しい切り方をやっていきたいと思います。そしてちなみにですね、レタスの売ってる時の見分け方ですね。こう軽く持ってね、軽いものの方がね、レタスは、よろしいと思われます。まあ、なぜならですね、重たいやつはね、葉っぱと葉っぱがもう絡み合ってもう周りの3枚ぐらいめくるとね、もうカチンコチンのレタスなんですよね。まあ、歯ごたえを楽しみたい方はね、そう重たいレタスを買ってかじっていただいても結構ですが、だいたい飾り付けとかね、ふわふわサラダにね、レタスはよく用いられますのでね、できたら軽いやつですね。軽くて、ここですね、ここの色ができるだけ青いやつをね、買われた方がよろしいかと思われます。それではね、切り方の方やっていきたいと思います。はい、切り方といってもね、大したものではございません。そしてですね、包丁をね、できるだけ使わない方がね、よろしいかと思われます。こうやってね、手でちぎりちぎりちぎりんぱですね、そして刻む前にですね、これを水洗いしてください。はい、水洗いして、そしてね、まあ、こういう汚いところはね、取ってしまいます。そしてあとはですね、手でね、ちぎるような感じでお願いいたします。はい、こんな感じですね。はい、まあ、なんでお前手でやるな、ちぎるのよみたいなね、感じではございますが、包丁ですね、包丁を使ってカッティングすると、このこんな感じですね。これも包丁で多分ねカッティングしてあると思うんですが、これカッティングするとですね、酸化してね、ちょっとポリフェノールの色が出ちゃうんですね。そうするとサラダとかしてもね、見栄えが悪いので、その辺のところを、試していただければ幸いかと思います。はい、それでは本日はね、簡単ではございますが、レタスの正しい切り方、まあ、知ってる人はね、本当に簡単な動画で申し訳ございませんでした。そしてね、ちぎってから洗わないで、洗ってからちぎるようにしてくださいませ。それでは失礼いたします。